フォレスト出版チャンネルパーソナリティの渡辺洋平です。今日も昨日に続きまして、サンマーク出版の岸田健二さんをゲストにお迎えして、編集部の森江さんとともにお伝えしてまいります。岸田さん、森江さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。昨日はですね、サンマーク出版さんのことや、編集者としての岸田さんのことについて、いろいろお話しいただきました。本当にですね、こう何十万部というベストセラーを何冊も出されている岸田さんならでは あの面白いお話、ちょっとギリギリなお話等々ございましたので、ぜひですね、昨日の放送もチェックしてみていただきたいと思います。それでは、今日はですね、森江さん、岸田さんのご担当の書籍についていろいろお伺いしていくっていうことなんですよね。そうです、そうです。なんで、昨日ちょっとお話最後の方に後半に出てきたペンタの小春の面倒い間違い探しシリーズ、これについてちょっと内容についてからちょっとざっくり岸田さん、教えてもらっていいですか？はい。僕、基本的に企画の探し方って、再定義することがすごく好きで、例えばですけど、もうこれ企画の話じゃないんですが、造花って、100均とかで売ってる作り物のお花ってあるじゃないですか。あれも、なんか、その、普通の目線で見ると、なんかこう、人工物とか、作り物とか、偽物とか、かなりこう、ネガティブなイメージになっちゃうんですけど、いや、ここでちょっと待てよと。一回こう、造花をいろんな視点で見てみると、造花って実は、枯れない花？一生枯れない花っていう視点があるなっていうことに気づいて、で、そこを見つけたときに、あ、じゃあ例えばなんか結婚式とかで、新郎新婦に造花をプレゼントして、なんかこう一生も仲むずまじい夫婦になってくださいねっていう意味を込めて造花をプレゼントするみたいな使い方にすることによって、造花の使い方の再定義が起こるじゃないですか。なんかこんな感じで、再定義を起こすことがかなり、僕の企画は毎回やっていて、で、今回のこの面倒い間違い探しは、その手法の最たるものかなと思ってるんですよ。で、その面倒い間違い探しの、面倒いっていうのが何を表しているのかっていうことですよね。これね、実は僕、娘が、今6歳、5歳と3歳の娘がいるんですけど、上の子にですね、ある日100均で間違い探しを買ってってあげたんですよ。よく売ってるじゃないですか。100円小冊子の間違い探し、これ、暇だったらやればっていう感じでプレゼントしたんですけど、そしたら娘がですね、なんかそれやりながら、パパこれ、すぐ終わっちゃってつまんないよって言ったんですよ。で、なんかそのすぐ終わっちゃってつまんないっていうのが、自分の中にすごい残って、その言葉が。で、こう、ずっと考えてたら、あっ、ってなって、こう間違い探しの再定義が自分の中に起こって、こう、あ、じゃあ終わらない間違い探しを作ったらいいんだって思ったんです。なるほど。で、終わらない間違い探しってことは、つまり間違いが多すぎる間違い探し。で、そこまで来た瞬間に、なんかこう打っていく道筋っていうのもすごく見えて、例えば答え合わせのページが、もう間違いだらけ、答え合わせの丸つけるじゃないですか、答え合わせで、あのページがもう真っ赤になってるとか、なんか1ページで間違いだらけすぎて、もう左右の絵が違う絵じゃねえかとか、ネットでバズりそうだし、今っぽくていいなと思ったし、さらに言うと、時代にも刺さってるっていう部分で言うと、当時、ちょうどコロナ真っ最中だったんですよ。2020年といえば。まさに。
で、それでですね、おそらく暇つぶし需要。うん。てか、世間の人たちの最大の敵は、うん、暇であると思ってて、ね、うん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 、ましてや子供たちの、うん、にとってはもう暇というのが、やばいと、うん。だったらその、終わっちゃう間違い探しでは、暇が潰せないんで、この暇つぶし、なんかこう、間違いをめちゃめちゃ入れて、暇つぶしになるよっていう売り方は、すごく刺さるんじゃないかと思って。なるほど。まあ、それでいろいろ考えながら、ペンタと小春も、出演させながら作ったのが、ペンタと小春の面倒い間違い探しっていう本。シリーズなんですね。はい、一冊目は、一冊で1211個の間違いがあるっていう。普通多分1ページにある間違いって10個とか、せいぜい15個とかなんですよ。でもこの本の初級レベルは30個から始まるんです。で、最後100個まで。これあれ、難しいっていう意味じゃないんですね。じゃあ、難しいっていうのも量なんだね。難しく、むしろ、間違い探しの問題自体はめちゃめちゃ簡単なんですよ。はいはいはい、はい。でも終わらないんで。なるほど。なんか簡単に解ける気持ちよさと、終わらない難しさで、うんうん。そういうことね。もうなんか没頭させていくっていう。なるほど。なので、間違い探しの難しさのレベルはかなり注意して作りました。なるほど。難しすぎると多分、めんどいを超えて、だるいになるんで。なあ、そういうことね。はい。そうか、じゃあ難しいのも、その手前がめんどいっていう、その定義がそこにあるわけですね。そこのレイヤーにあるわけですね。なんかこれ僕がむちゃくちゃ意識したのは、うん、この本を手に取った人が、うん、めんどいって言いながら、うん、嬉しそうっていうことをかなり意識しました。なので、めんどいって本来ネガティブな言葉なんで、はいはい、めんどいことは体験したくないはずなんですけど、うんうん、でも、なぜかこの本においてのめんどいは、みんな楽しそう、うん。なるほど。で、そういう言葉って結構実はあるんですよ。工事も、うん、じゃあ例えば面倒い間違い探しもできるし、うん、しんどい迷路っていうのも作れるなと思う。しんどいね。なるほど。とか、あと、ミッケってあるじゃないですか。はい、はい、はい。あ、じゃあ、見っからないってどうかなって思ったりとか。なるほど。はい、まあでもその中で、市場調査をしていくと、うん、やっぱり間違い探しってゲームの中の王様なんですよ。で、これって、これなんでなのかな、あ、っていうのは、おじいちゃんおばあちゃんたちの、検証雑誌の棚っていうのがあって、はい、はい。で、そこの王様が間違い探しなんですよね。なるほど。クロスワードとかじゃないんだ。クロスワードよりやっぱり間違い探しが売れてて。ああ。で、間違い探し市場があるんだなって思ったのと、あと、いや、これは本当僕の仮説ですけど、間違い探しってやっぱりかなり人の深層心理に刺さってるんですよね。っていうのは、例えばこう、自分が好きなものを見つけることって行為って、うん、要は間違い探しなんですよ。うん、ああ、なるほど。つまり、A 子ちゃんと B 子ちゃんのどっちが可愛いかを、これ例えが良くないな。まあいいや。そう、ちょっと危ないかも。良くないな。まあでも A 子ちゃんと B 子ちゃんどっちが可愛いかってなった時に、はいはいはい。自分の中で、二人の違いを探すわけですよ。うんうんうん。そして違いを探した上で自分の好みに合うことを探す。うんうん、で、生きてるとその連続で、うん、例えば好きな職種を見つけるのだって、まあ言ってしまえば間違い探しだし。なるほど。うん、
なんか今日食べたいものを探すことだって間違い探しだしっていうので、間違い探しって相当深層心理に刺さってるっていうのがあって、だからこれはやっぱかなりでかい市場だな、というふうに思って、その辺までは結構設定してスタートさせたっていう感じです、制作を。いや、すごいですね。なるほど。いや、そこまでの深掘りの、その、なんて仮説と、あれを検証しながらの、あれっていうのは、やっぱり、まあ、最終的にはね、出してみなきゃ分からないっていうのはあるんですよ。うん、その、岸田式のその分析力っていう分析の仕方含めて、すごい興味深いですね。いや、勉強になるな。本当、実際でも年齢層問わず、そこは、ニーズがあるってことが見えたってことですもんね。またそこがまたすごいなと思ってて。まあ、まあでも毎回ニーズは見えてやってて失敗してるんで、成功したからこの会話成立してるだけで毎回、まあ、あの見えてるんで、毎回外れてることが多いんで、だもう結果論でしかないんですけど。いやいや、まあそうはね、はい、でもやっぱりそれに対する、そうか、でもその間違い探しに関して、なんかちょっと僕伺ってて、ああ、なるほどと思って、あれだろ、その間違いが見落としてたとするじゃないですか。はいはい。あの実際に、あの簡単なところで意外と見落としてたとしても、はい、何かそこに対しては何だろうな、自分ができなかったとかっていうのはないんだけど、例えばクロスワードとかになってくると、その答えが導き出せないと、完全になんか落葉されたみたいな感情は、切りつけがなんか、うん、確かに弱いかもってちょっと思いましたね。うんうん、確かに。うん。気軽さは一番でかいかもしれないですね。そうですよね。なんかもう答えを絶対導き出さなきゃいけないわけでもないというか、間違い探しぐらいだと。もうあの、ルール不要感もすごいんですよ、本当に。そっか、そっか。なぜか右と左に違う絵が並んでると人は間違い探しを始めるんですよね。そこが面白いなと思います。でもそこの部分はもう最初から実際問題としてはその、何個、間違いを作ってくれって、まあイラストレーターさんにはそういうお願いをするんですか、オファーは。あ、そうです、そうです。うん、もう台割りで、この問題は30個。うん、で、30、40、50、60、70って10段、10個ずつ増えていって、はいはい、最終的に100個の間違い探しまでやる。すげえ。もう100個の間違い探しの問題とか、もうマジで右と左違う絵ですよ。違う絵ですよね。いや、面白いよ。はい。なるほどね。ぶっ飛んでるな、そういう意味ではね。ぶっ飛んでるかもしれない。ぶっ飛んでますよね。お最後の方はもう間違い探しもクソもねっていうぐらいの間違いだらけなんですよね。うん、でもなんかね、これもただの仮説なんですけど、多分、主婦層とかって、やっぱり、間違い探し何個って言われた上で、潜在的に、じゃあ1個の間違いいくらかっていうのを計算してるはずなんですよ。ほう。ほう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 。で、お母さんたちが買う本なので、うん、まあ、いわゆる主婦層ですよね。うん、でそうなった時に、この一冊買えば1211個も間違いが解けるんだってなると、その辺の費用対効果もかなりいいはずっていうのはあって、なるほど。うん。それはあるかもしれないです。っていうのは、児童書見ていくと、やっぱ面白くて、売れてるなぞなぞ本とかって、圧倒的に、うん、問題数が多いんですよ。ああ、もう、なるほどね。なんかね、数なんだ。そう、帯とかについてるキャッチが、うん、天文収録とか。はいはいはい。ほんと数なんですよ。やっぱりそのコスパ感、コスパ、ね、いいなと。多分あれは親への訴求なんでしょうね。なるほど。あ、その共通点はちょっと勉強になるな、うん。なるほど。あそこの市場はその可能性確かにあるかもしれないですね。あるんです、あるんです。いや、すごいな。いや、なんか面白い話、いっぱいあんな。これ絶対もう飲みながらやったらずっとやってんだろうなっていうぐらいの。ずっと聞いてんだろうなって、ちょっとね、時間もあれなんで、もう一冊ちょっとね、はい、そう、お聞きしたいものがあるんですよ。そうっすよね。これスピですか？これ、私はただ生きているって叫びたいだけなんだっていう。いや、
つって。はい。そうですね。これはね、スピーです。で、共通の知り合いである西浦さん。はい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 。から、舞い込んできた企画でございます。あ、そうですか。著者。うん。でも西浦さんって本当あれですよね。数少ない本物の出版プロデューサーですよね。あ、僕はそう思います。あの人は出版プロデューサーって名乗っていいと思います。名乗っていいですよね。ええ。いやで、あの方からのご紹介なので、もう、はい、やっぱりこう、人で決めたいな、仕事は人で決めたいなと思ってるので、西浦さんから来た仕事なら、もう、ぜひやらせてくださいということで。なるほど。ということになったんですけど、はい。なんでしょうね。スピリチュアルなんだけど。うん。著者さんが、結構もう自分のことをバンバン言ってる感じの内容なんですか？これ完全にですね、小説なんですよ。小説なんだ。ほう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 。で、スピリチュアルなんだけど、やっぱスピに見せない工夫っていうのはかなりやっていて。はははは。例えば、すみれちゃんの本。はい、はい。5年生って、かなり、映画のパッケージに見えるように作ったんですよ。確かにポスターみたいだった。映画の。そうそう。うん。であり、本を読んだ時の出口を、はい。幸せになるだとか、なんかお金が舞い込んでくるとか、そういう、ベネフィットにせず、もう完全に感情、どんな感情になれるかっていうところを最初のゴールに設定することで、読者層をですね、スピリチュアルから、うんうん、あ、これかなり僕の中の最大のポイントかもしれないですけど、僕編集者さんが読者層って言ってるんですけど、はいはい、あの理論かなり嫌いで、うんうん、いや僕、著者さんから読者層ってどうしたらいいですかって聞かれたら、毎回答えてるのが、うん、読者層はみんなにしてくださいって言ってるんですよ。おー、うんうんうん、やっぱりみんなに刺さらないと意味がないので、うん、もちろん、最初の書き始めは誰のためっていうのでもいいんですけど、うんうんうん、最終ゴールはみんなのための本にしなきゃ意味がないので、なるほど、その辺を心がけながらこの本もかなり作ったっていう感じ。であり、かなり文芸書に見える形にしたっていうこともそうだし、うんうん、そのポイントをなんか生きてる実感が欲しい、みんな欲しいんじゃないかっていう仮説を立てて、うん、なんか仕事をうまくいきたいとか、うん、人間関係がうまくいきたいとか、うん、恋愛がうまくいきたいとか、その辺ひっくるめて、あれって何を言ってるのかなって深掘りしたときに、みんな生きてる実感が欲しいだけなんだなっていうところにたどり着いて、それをちょっと企画の軸にしたっていう感じ、うん。なるほど。いや、今お話伺っている中でも何個もポイントがあったと思うんですけど、その一つ、一番あるなと思ったのは、そのベネフィットを求めちゃうってあるじゃないですか。ね、大体この辺の界隈の、うん、ビジネス書とか、はいはい、で自分心理とか含めて、うん、この本で何が役立つのとか、いや、やっぱそこに求めちゃうところの危険性っていうのはやっぱりあるなっていうのは、やっぱ感じましたね。そうそう、これまさにそうで、例えばですけど、うん、映画を見に行く人が、うん、お金持ちになりたくてその映画見に行きますかって話なんですよ。わかりやすい。はい。でもなぜか本だけはそれをみんなやっちゃう。うん。だからこそ読者層を狭めちゃうんですよ。なるほどね。持ってるんで。いや、もちろん、あえて狭めるってこともやりますけど、うんうん、ベネフィット狭めて、うん、読者層をガチガチに固めて、うん、この人たちには完全に売り切るって決める本もありますけど。まあ、届くべきところにちゃんと届けるっていうね、はい、うん、その作り方ありますかね。でもそれじゃあ、10万部いかないじゃないですか。うん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 、10万部いくためには、そういうベネフィットではなくて、うん、いかにその本で心が動くかっていうことを、できるかっていうのは、うんうん、かなり僕の中ではポイントにしているところかなと思います。なるほど。いや、いいお話ですね。
これはじゃあその一人の主人公の、お話になるわけですね。その生きる実感というか、そのあたりを。そう、これまだ話してて平気ですか？大丈夫です。あと3分ぐらい大丈夫です。そう、この企画の面白さで言うと、うん、主人公が、元エリート営業マンなんですけど、ある日、整骨で寝たきりになっちゃうんですよ。うん、で、ベッドの上で、まあ、ここからちょっとスピっぽくなってくるんですけど、うん、はい。まあ、魂的な存在が現れて目の前に。うん、まあ、そこでこう、対話が始まっていくっていうような、まあ、その辺は王道なんですけど、はいはい、一方で、王道じゃない部分で言うと、実はこの本最後まで、一歩もベッドから動かないんですよ。ほう。で、ベッドの上から動かずに人は幸せになれるのか。うん。っていうことを、最初で、まあ、議題というか、うん、提案して物語が始まるっていう感じ。この主人公は女性ですね。女性です。はいはいはい。なので、帯に生き方を変えるのに一歩も必要ないとか、サブタイトルで半径0メートルの幸福論とか、なるほど。この辺の言葉を散りばめているっていう。なるほど。意図はそこにあるんですね。実際、だからこれは、そのもう一人の自分というか、の人とのその対話というか、内観というか、そこでの幸せを感じることができるかどうかっていうことをずっとやっていくっていう話ですよ、ベッド。あ、もうそうですね。完全にベッドの上だけでそれをやり続けるっていう感じ。すげえ。で、このベッドの上から動かないっていうのは何を表してるかっていうと、うん、人は行動したくないわけですよ、うん。はいはいはい。そことかけてます。なるほど。行動したくない読者と、ベッドの 上から動かない主人公を、かけていて、でも行動しなくても生き方って変えれるよっていう提案をしているっていう感じ。なるほど。そこは、その、まあ、内観の大切さみたいなものが、まあ、いろいろあるわけですね。そのストーリーの中に。そうです、そうです、そうです。うん。いわゆる自問自答的な、その、話があったりとか、含めて。うん、そうですね。なるほど。いや、これは読んでるだけでなんか、また自分が主人公になりきって、はい、そこで見えてくるものありそうですね。それ読んでいくうちに。あ、もうそうですね。読んでるだけで、その、タイトル、はい、まあ、タイトルがもう答えなんですけど、うん、生きてるって叫べるようになる本っていう感じですね。なるほどね。いや、これ、でもあれですよね、なんか、初速もなかなか良かった、いい感じだっていう話は聞きますが。あ、これが、ね、今、発売して、1ヶ月半経つんですけど、はい。今、2万6千まで来ていて。あ、素晴らしい。はい、なんか、こっからさらに、10万ぐらいまでいけたらいいな、というふうには。ねえ、またそこはまた、いろんなそのサンマークさんの、秘密の反則ノウハウが炸裂するんでしょうね。いやいや反則ノウハウなんて何にもないですけどね。何もない。いや、そこ言っちゃうといいよな。うん、なるほど。いや、楽しみですね。渡部さんどうですか？いや、面白いですね。なんかこう、編集論といいますか。うん。なんか、時間短いんであれですけど、本当にライブ配信で飲みながら、なんか、編集者の人がたくさん集まっていろんな本にあだこだ言ってたら面白いなとかっていうのを。いや、本当ですよ。だから、記者さんのトークだけでもうずっと一晩行けますよ。多分、3時間行けます。いや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 。ちなみに、もうちょっと気になったんですけど、森谷さん、うちでこの本の企画出したら企画会議通るんですか？はい、いや、基本的にはね、なかなか大変だと思いますね。うちの社員のほとんどがあれなんで、ベネフィット求めちゃうんで。ああ。うん。そうですよね。だからまあ多分普通、でもやっぱりそこをね、乗り越える、その挑戦さする環境と、それを、そういうふうに持っていこうと説得できる、その岸田さんの、
その編集方針をどう伝えていくかとか、そういったものを含めた説得力が、やっぱりこれを実現しているので、だから、これは別に、うちの、問題というよりも、つまり企画者の問題だと思います。そこは。なんかそこすごくアプローチの仕方とかが、すごい違うなっていうのは聞いてて、何か思ったところでした。そうですよね。森口さん、これで、それで言うとですね、実は、やらしい、うん、僕は腹黒い、おお、3マーク1、腹黒い。企画会議はベネフィットで行くんですよ。マジですか？あ、それすげえな。はい。徹底しますね。なるほど。会議、営業部会議はベネフィットで行ってるって感じです。あ、それ、喋っちゃっていい？あ、全然いいですよ。全然いいんですけど、やっぱ、企画は通すための企画っていうの、企画書の書き方がある。あるある、あるある。うん。はい。でも、それやってんだ。はい。でも一方で、本を買うときの読者の深層心理って、はい、まあもちろんベネフィットで買うこともいっぱいあるんですけど、うん、一番重要なのって、血迷わせられるかどうか。なるほど。はい。やっぱ1500円の本なんで、割と衝動買いに近いんですよ。はいはい。ということは、その人を、なんか心が動かされる、なんか変われそうな気がするって思わせたら勝ちっていうことなんで。なるほどね。いや、もう、そこの部分が、そっか、やっぱりその企画会議の時とのその使い分けというか、でも、本質はだから、やっぱりそこのベネフィットじゃないよねっていうのは、本当におっしゃる通りだと思うんですね。まあ、本のあれにもよりますけど、ジャンルとか、テーマとか、あれにもよりますけど、いや、その辺のお話はね、めちゃめちゃ参考で、まずうちの編集者全員聞かす、この放送聞いてもらおうかなと思ってますよ、本当に。いやいや、まあでも、ベネフィットでやった方が企画立てやすいんで。そう、通りやすいしね。はい。うん、でも本当にそこでいいのっていう話は常にやっぱりありますよ。そうなんですよ。そこは僕も問い続けたいと思ってるし。うん、そこのね、やっぱりそれでしかも読者の皆さんが、そういったところのベネフィットだけではないでしょっていうところの、あれをやっぱり持ってますもんね。ベネフィットだけじゃない。そうなんですよね。ベネフィットになったら、じゃあなぜトットちゃんはあんな売れたんですかって話なので。いやー、そうですね。もう、なんもグーの音も出ないんですよ、トットちゃんって。いや、そこですよね。何も伝えてないじゃないですか、トットちゃんって。はいはいはい。いや、後付けですよ、すべて。そう、後付けなんですよ。うん、あれは。うん、あれは売れた理由は全部みんな後付けだと思う。はい。いやー、勉強になりましたわ。もう、もっとちょっとゆっくり。またちょっとこの場は、あれで今日はもうちょっと時間なんで、あれですけど、またちょっとぜひ、いろいろ、食事でもしながら。あ、ぜひぜひ。うん、久しくもう2年ぐらい。2年以上お会いしてるんで。はい。ぜひまたいろいろ、はい、お時間ください。ぜひぜひ、いつでも大丈夫です。本当に、ありがとうございます。渡部さん、こんな感じで。そうですね、はい。はい、今日はでは、岸田さんから、ペンタと小春の面倒い間違い探しシリーズと、あとですね、今お話にありました、私はただ生きてるって叫びたいだけだったんだ。こちらの本について、どのような意図で企画をしていらっしゃったか、みたいなところをかなり奥深くお話しいただきました。岸田さんが売れたから語れるって話をされてたと思うんですけど、私は、生きてるっていう方はまさにこれから売れていくわけですもんね。岸田さんのこう考え通りに売れていくのかっていうのをチェックするって意味合いでも、リスナーの皆さんはこの本を追いかけ続けてもらえるといいのかなと思いました。はい。ぜひ読んでみてください。最後に、岸田さんからリスナーの皆さんに一言いただいて終わりにしようかなと思います。バイトするならタウンワーク。なんですかそれ。一言って。アルバイトするならタウンワークということで今日は締めてもらいました。はい、です。はい。では昨日と今日と2回にわたってご出演いただきました。本当にこう、ゆるい感じのところと、奥深い読みみたいなところ、両方とも役に立ったんじゃないかなと思いました。それでは、岸田さん、森谷さん、2日間にわたりありがとうございました。ありがとうございました。この番組では編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報などリスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてください。またお会いしましょう。
フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。